なぜいつもここに来るんですか？フルーツならデリバリーもできます。お金もあるんですし。金持ちはただ待っていると？私をそんな風に見ていたのか。いえ、でもここは人が多すぎます。お前は信頼できる子だが、少し肩の力を抜いたらどうだ。でないと大切なものを見落としてしまうぞ。この果物とかね。これを一つ。ヒロ、どうした？震えているぞ。伏せて。お、ここに。私の家に忍び込むなんて自殺願望でもあるの？久しぶり、由美子。八幡さんが。ええ、話は聞いたわ。見覚えは？手伝ってもらう。仇は必ず撃つ。